はい、みなさん、こんにちは。落ち葉です。よろしくお願いします。それでは、クレヨンしんちゃん続き、やっていきたいと思います。さあ、今回で九日目ですね。早速やっていきたいと思います。帰ってきた三郎さんが、今日から朝の体操に加わります。お、早速参加ですね。今回はサブローさんだけと。 のだ」「みんなたいぐるりとって12の3」だいぶ人も増えてきましたね。 いただきますさてとごちそうさまでしたごちそうさまでしたおー今日はすんなり行きましたねおお、大変だ川で何かあったらしいぞなんでしょうか行ってみましょうサボロさんもちゃんとお手伝いしてますね ボーちゃんのそっくりさんここで来るんか突撃レディー23号ありがとうビエーンビエーンブーちゃん <laughs> そんな最近の言葉を <laughs> ピーじゃないけどねブーちゃん大丈夫突撃レディー23号に助けてもらってよかったねうんよかったよかった なんかあんまり心配してる雰囲気がないけど「突撃レディー23号ありがとうありがとう坊 <laughs> ちゃんじゃなくてブーちゃんなんだ <laughs> ありがとうね本当にいやー突然出てきましたねブーちゃんがよしじゃあ話聞いていきましょう やっぱりなんか違和感があるな坊ぼちゃんで慣れ親しんでるからねそれだけあそれい上何も会話ないんだへえ今後関わってくるのかな よいしょ OK かまずかそういえば野菜の方はもうすべてね収穫したみたいなんでこの辺はねカットしていきたいと思います魚とか虫はねまだコンプリートしてないのでその辺を集めつつ進めていきたいと思いますよいしょ OK か、新種は出ませんでしたね竿を変えたほうがいいのかなこの辺は特に変わりなしとそうかぶーちゃんせっかく出てきたのに特になんもなかったですねさておつかいはこんな感じか覚えておきましょう日本ウナギ捕まえないといけないな。 水菜5個こゴミは揃いましたねアマゴはあと1匹キイチゴは揃って日本ンウナギと水菜が3本アマゴが1匹ですねよしオッケーですねよしここのおつかいは終わったんで次行きましょうさあ何でしょうかお何今の ピラニアっぽかったけどまさかねまさかこんなとこでピラニアはいないでしょう,うおなんか奥から来ましたね魚が魚じゃないトンボかトンボの影かヤマメが出ないどうしたんだろう,う,う,うおっとまた新種か どうした今日はヤマメどこ行ったううさあどうでしょうあ来た来たあと1匹いいねいいねそういうのだよううさあこれで連れてくれアユ<う>か残念 アユはもういらなかったはずなんで別の場所を探してみましょうお来ましたやっと揃った新種だ今回結構新種が釣れますねブーちゃんずっとそこにいるの おっとまた新種だしかもなんかめちゃくちゃ赤かったぞさあどうだ新種よく出るさこいさこいまた新種どうした今回 <laughs> お来たやっと来ました最後の最後で釣れましたよし帰りましょう新エリア探索しようと思ったけど今回は魚釣りに専念させられましたねまあいいでしょうおひそろそろ晩ご飯だぞ了解しましたまあとりあえずね夜の探索の時にまたお渡ししたいと思います いたお、カレーかいただきますごちそうさまでしたごちそうさまでしたララコちゃんって本当にたくさん食べるわね うんただいまいろんなところが爆発的に成長中うん意味深だね今身長いくつぐらいわかんない <laughs> 前にやったときはしんのすけと同じぐらいだったのに確かに昔はドアノブに手が届かなくて踏み台使ってたもんなもしかしたら今のしんちゃんもまだ手が届かないのかな2階の部屋の前に私たちが小さい頃使ってた。 踏み台を出しておくから自由に使ってねそういえば手が届かないって言ってたところありましたよねこうしてしんのすけは二階の姉妹の部屋に入れるようになったのです大丈夫なんですかそれはやったねやったねって違うだろ <laughs> ありがとうございます <laughs> しんちゃんらしいや <laughs> よヨ,ヨコちゃんと三郎さん、相思相愛なのになぁ気持ちを素直に伝えられない不器用な二人見ていてわかるだけにもどかしいなぁヒロシでもそういうのあるんだねおなら出そうだぞ今ミサヤも言う通り仕事以外の時間にあの二人を引き合わせてあげないとなぁあ臭い <laughs> 遅っ 父ちゃんの足の匂いには負けますな確かにそれは言えるかもしれないねまあ直接嗅いだことはないんですけどね <laughs> 常日頃彼氏が欲しい結婚したらこんな家庭が理想的日本酒なら3日で一生はいけると豪語しているヨヨコすごい豪語やな <laughs> プライベートな時間にヨヨコとサブローを引き合わせようと考える ひろしとみさえ。でも、どうやって。まあ、そこは任せましょうよ。しんのすけなら。どうする。しんちゃんに頼るのはなあ、ちょっと違う気がする。<laughs> 夜は外に出ちゃだめよ。出たいときは、ママも行くから。声をかけてね。声、声。かけたぜ。相変わらずですね。 ちゃん珍しく夜も仕事してますねえらいですねまあとりあえずお使いをねお渡ししていきましょうお使いちゃんとできたねよしあゆも渡したんでねこれで今回のお使いは完璧です40円ありがとうございますいただきます この辺の会話は相変わらず変わりませんね。サブローお兄さんにお話を聞きましょう。またあの二人いるよ。今、出前を頼みたいんだけど、ヨヨちゃんに伝えてくれるかいヨ,ヨヨちゃんいいねサブローさんだけの呼び方だ。了解です, <laughs> す。飛び切りの笑顔。やっぱり好きなんだな。じゃ、ラーメンの出前をお願いします。しんのすけ、ありがとう。 出前って何そかからか仕方ないよね電話やネットで注文して届けてもらうことだよ今風に言うとデリバリーウーバーイーツかな <laughs> お手伝いの三郎ー君は昼間だけなので夜はいないのよねそんな三郎さんから連絡ですお嬢さん寂しいのかいうん。 違う違う,違う何それそんなことないわよ <laughs> すんごい隠しきれてねえなー面白えな <laughs> びっくりしたでも三郎くんってたまに夜からたまに夜うちから出前を取って売り上げに貢献してくれてるんだよねいいやつでしょ単純に食べたいんだよよう子おばちゃんのラーメンをよしじゃあ伝えていきます ダン,シングジローサブローさんにラーメン一つはいはい <laughs> 出前のご出前のごようききありがとうではひとっ走り行ってくるねすごいこういう時は早いですねほう <laughs> ヨヨコちゃんバイク使うんだちゃんと <laughs> そんな距離なのにまあラーメンだからねボーナスがもらえてよかったね お使い引き続き頑張ってありがとうございますじゃあこの辺の人たちにもねお話聞いていきましょう川に落ちた男の子助かってよかったなしんのすけも知ってる子なのかいブーちゃんって言いますボーちゃんじゃありませんよキャップに話しかけたらちょっと新聞記事のこと聞かれそうなんで置いときましょうか新之助はそろそろろ眠くなってきたようですあそっか早いな 2階の探索もしたら良かったんですけども、まあまた明日しましょう。さあ、絵日記見ていきます。まずは圧送警告橋恐竜に助けられた男の子がいたよ。恐竜に食べられたのかと思ったら助けられただけでした。<laughs> いい表情してるわ。変化球ですね。えー、金平川むつ。 川べりにある不思議な扉が開いたよ間違えましたすいません上皇坂目標達成アマゴ5匹も釣り上げた目標達成アマゴまあ頑張って5匹も釣り上げたこれだなしんちゃんはアスオケココバシシーラカンス目標達成珍しいシーラカンスを釣り上げたシーラカンスだったんだあれなるほどね 生きた化石がなぜここに、確かにねこれは悪の博士関係なさそうですけどもどうなんでしょうか目標達成、ワニガメを3匹も釣り上げた目標達成、ワニガメをワニワニガメガメ頑張って3匹も釣り上げた面白いねこっちにしましょうハイヒールねあ赤いのハイヒールかありましたね図鑑に影がチョコビの吐き箱いけませんね扉のある瓦 目標達成革をきれいに空き箱とアイヒールを釣り上げたなるほどねこの靴履いてどこ行こう履くんかい <laughs> まあこれも変化球かな一回浴室意味がわからない独り言意味がわからない独り言おならと一緒に雪潤りの中消えていくうんそうですねまあこれも変化球でしょう 急いで出前に出ていくヨヨコおばちゃんサブローさんが待っている急いで出前に出ていくヨヨコおばちゃん恋のスクープ写真かなこれだよしこれでいいでしょうおやすみしんのすけ今回もララコちゃんが寝かしつけてくれるんですねミサエ放棄しちゃダメだよまあ、ララコちゃんがやりたいって言ったらならまだ話は別ですけども おやいつもと違いますねあ新しい恐竜がギャラドスかなおや悪の博士がまた新しい恐竜を最近おとなしいと思ったらここで来ましたかこの世界に呼んでしまったみたいです あの昔のポケモンのミュウツーミュウツーの逆襲見たことある人ならわかると思うんですけどあの時のギャラドスの声ですよね <laughs> あ終わったよしじゃあセーブをしまして今回はここまでにしましょうかねはいということで 今回はここまでとなります。いやー、魚とかがね、たくさん新種が釣れてよかったんで、結構進んだのかなまだ新エリアにはね、行ってないんですけども、まあまた次回、そこの探索を進めていこうと思います。いやー、今年ももう終わりますね。全然進めれてない,ないんですけども、まあなんとかね、この先もガンガン進めていこうと思いますので、よかったらご視聴の方よろしくお願いします。 それでは今回の動画ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。